これね、ここで夕方変えます。ということで今日は、一番最新の U パッドを購入しに来ました ここはいつも我々が駆除しているところです。やっぱり駆除する前にもちゃんと正しいものを駆除してるかどうかの確認っていうのがいりますからね。大丈夫？何もない。大丈夫。冇担忧嘅。系因为头先OK。唔好意思啊。唔紧要，唔紧要。唔好意思啊。呢個咧一定要自己 download 啦，好，我佢哋set up 俾我，我哋。これが一番新しいです。これは箱据え置きタイプですよね。据え置きタイプもやっぱり中身としては同じなんですが、このコントローラーがあるんで家に置いて使うときはこれがいいんですけど、とにかく。全て駆除前提でお話してますので、そこのところは誤解なきをお願いします。なぜ、事前に駆除するだけなのに事前設定が必要なのかよく分かりませんが、まあ、日本語の設定とテレビが本当にちゃんと動くかどうか設定してます。今日はとにかく、お金のある2台分駆除したいと思っております。目標2台。あ、これが置き型の、最新ですね。これが置き型の最新、UBOX X3。 多分 CPU がちょっと新しくなってメモリも増えたんで、再生するのがちょっと、早くなるとかなんかそんなこと言ってますが、まあ古いのでも全然問題なく見えてるんで、これが、アンブロックの感じですね。アンボー、オンボーって感じかな。で、ここに最新 U パッド3、アンブロック、これがタブレットの意味ですよね。で、これはいろいろ歓迎します、聞いてくださいね、何でも聞いてねっていう感じですね。ここに、NBA とか、プレミア、イギリスのプレミアリーグもうこれで見えますって、ひどいこと書いてますね、全くね。早めに駆除が必要でしょう。はい、はい、はい、やぽん、はい、ら、ということで2台駆除完了で、本日のミッションコンプリート、2台駆除できました。買うならウーショップリミテッドで、彼が老板ですから。ということで2台ちゃんとしたものを駆除できました。 Thank you。 またね。ということで行き方はすごい簡単ですよね。地下鉄 M2、ごめん D2 の出口を出て、で、この、この看板が目印ですね。ショップ&DC フィーバーっていうのと、赤い高登り電脳新浴、これを目印に、あの緑の高登り電脳のあの緑色の看板、
これですね、この緑色の看板、これを目印に中入って上がって最初に見えるお店なんで、あの間違いようがないと思います。多分ね、一応念のために言っとくと、この通りは、前も紹介したと思うんですが、あの有名な競輪、あの山水画に出てくるようなあれの競輪の競輪街っていう、あそこをのこの通りが競輪街ですよね。ということで、今日の、ミッションはコンプリートできました。ではまた。シャムスイポーで疲れた時は、あそこにある西九龍中心、あの、道を挟んでですけど西九龍中心に行けば、なんか飲むもんとか、あ、日本の方にも安心して飲み食いできる店があると思います。ということで